はじま京志郎が考えた、ひょっこりはん面白くなるひょっこりはんの替えネタ。やっぱひょっこりはんってすごいバッシング受けてるじゃないですか、世の中からつまらないと。でそれをどう友達に見せるときに面白いか考えてみました。これを僕が面白いと思ってるっていうか、そのままで滑りはしないなみたいな、この一番やっちゃダメ、安定を求めた人になっちゃうのはやなってほしくないけど、もし滑りたくないんだったらこれ使えばいいと思うし、まあ友達のツッコミも来るかな。うん、面白勘違い野郎は多分ツッコんでくれるようなギャグです。てるでてるってるってテルテテルテルテテルテテルテルテテルテテ、はい、ということでね、どうでしたかね。まあギャグをやった後にこういう風に喋るっていうのは自信のなさの表れなんですが、やっぱりね、あれを面白くできる人募集してます。いかにひょっこりはんを面白くできるか、あれは人生の挑戦だと思うんですよ。やっぱりひょっこりはんを面白くする逸材がある方は多分どこ行っても人種っていうか言語の壁を越えても誰でも笑わせられると思うんですよ。だからひょっこりはんをそのクイッと変えて面白くできる人がいたら、コメント欄でね、あの URL 貼ってください。あのなんかホットグーの URL はやめてくださいね。ということでね、ホットグーって言うとね、危ないですね。俺が任務中に危険、ホットグーは任務中じゃねえか、ホットグーはホットグー中か。まあということで、皆さん、良いひょっこりはんライフを。